日韓通貨スワップですが、約半年前に日韓通貨スワップ協定再開で合意ということで話題になりましたが、その後実際は合意しただけで締結はされていないとの話もありましたが、ついに締結されてしまったようです。記事とネットの反応を見てみましょう。韓日通貨当局が1日、100億ドル約1兆4800億円規模の通貨スワップ契約を締結したと韓国企画財政部が明らかにした。ウォンと円をやり取りする方式ではなく、全額ドル交換ベースで行われるという。韓日通貨スワップが復元されたのは8年ぶり。企画財政部は報道資料を通じて、韓国銀行 BOK と日本銀行 BOJ が通貨スワップ契約を結んだとし、今回の契約で両国の金融協力が促進されて、歴代金融セーフティネットが強化されると期待すると明らかにした。契約期間は3年となっている。それでは日本の反応です。通貨スワップが必要になるほど韓国経済が悪化したら、100億ドルでなんとかなるはずがない。この後韓国国内から100億ドルポッチかよという恩知らずな意見が多く出てくるだろう。実際のところ100億ドルという額に意味があるわけではなく、韓国に何かあったら日本が助けるという意思を国際社会に示したアナウンス効果の意味合いが大きい。つまりは韓国の面倒は日本が見るから、安心して韓国に投資してくださいと日本が宣言したということ。そう考えると、日韓通貨スワップが日本にとって何の意味もないばかりか、逆に韓国経済を助けるためだけのものだとわかるだろう。日本経済が傾いたら韓国が支えますなんて言ってもご冗談をと言われるだけだから、韓国が日本を助けるという可能性はない。よくここまで弱腰に立ち回れるものだ。そもそも竹島とか不法占拠している国に対してだ。そもそも日韓議員連盟とか存在意義は何？でも日本国民は自民党が大好きだからな、どうにもならんよ。公表された外貨準備高が本当に使えるなら通貨スワップは必要ないはず。基軸通貨国になろうとする国がみっともないからやめなさい。いやいや、絶対反対なのがよ。こんな対韓外交するから支持率下がるのでは。岸田政権には退陣願いたい。自民はなんでこうなってしまったんだ。日本にはほとんどメリットがないよ。ということで、日本の財務省のホームページにも同様に、日韓間の第3次二国間通貨スワップ取り決めを締結しましたとあるので、ついに本当に締結されてしまったようですね。つい最近、韓国が元慰安婦に対し1人当たり2億ウォンの支払いを日本政府に命じる判決を出したばかりだというのに、このタイミングで締結するって日本政府は本当に何を考えているんでしょうか。前々から言われていましたが、日本は米国と通貨スワップを締結しているので、韓国を通して米ドルを借りる意味が全くなく、ただただ韓国のためだけのスワップとしか思えないんですが、何か一つでも日本にとってもメリットがあるんでしょうか。このままではずるずると金額が拡大していく可能性もあり、いいタイミングで韓国さんには反日政府と交代してもらいたいですが、ユンさんの任期は2027年5月までと考えると、スワップの期限が2026年12月となり、政権交代前に期限を迎え、金額を拡大して延長って可能性もあるんですが、大丈夫なんでしょうか。韓国さんの怖いところはコメントにもありますが、助けてあげてもなぜか日本が悪くなるってところで、中途半端に手を貸せば日本がこれだけしかお金を貸さなかったとか、全く助けなかったとしても日本が助けてくれなかったからこうなったとか、自分たちは何も悪くなく、とにかく日本が全て悪いってことになるのは目に見えていますよね。韓国さんはいつも韓国は先進国だとか、韓国は先進国ですよねと常に確認していますが、韓国さん、先進国なら助けてもらう側じゃなく助ける側になってくださいね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。